俺は伏黒恵、小学3年生。俺は今日、絶対に会いたくない人がいる。その人は怖くて暴力的で、とても危険な人なんだ。だから、俺は今、家の押し入れに隠れているんだけど。やばい。そろそろあの人が来る頃だ。でも今日は、積み木も親父もいないし、インターフォンが鳴っても、俺が出なければ居留守を使える。よし、今日は帰ってもらおう。そうしよう。来た!家庭教師のマキです。伏黒さん、いませんか?大丈夫。きっとバレない。帰ってくれ。お邪魔します。はあ?いや。何他人の家に勝手に入り込んでるんだよ。めぐみ、いるんだろ?分かってんだぞ。怖い。ここだな。うわっ捕まえたぜ。私の授業をサボろうとするなんていい度胸してるじゃねえか。ごめんなさい。ほら、さっさと机に向かえ。スパルタ。この人は少し前から俺の家庭教師をしてくれているマキ先生。マキ先生はまだ高校生なんだけど、教えるのがとても上手なんだ。ただ、授業がスパルタで怖いんだけど。っていうか、何勝手に人の家に上がってるんですか?積み木からお前が居留守を使ったら勝手に入っていいって言われてんだよ。バカ姉貴。私から逃げられると思ったら大間違いだぜ。さあ、早速あれを出してもらおうか。来た!怒らないでくださいよ。そりゃ点数次第だな。昨日の算数のテストはみっちり対策したはずだし、大丈夫だよな。はい、これどうぞ。40点。おいおい、低すぎるだろ。何やってんだよ。見せたくないから逃げようとしたのに。お前、もともと頭は悪くないし、対策の時だって結構解けてただろ。うわ、ボンミスばっかりじゃねえか。テストが終わったら3回は見直ししろって言ってんだろ。うるせえな。ちゃんとしたし。嘘つけ。どうせテスト用紙の裏に落書きでもしてたんだろ。してないし。今回はちょっと調子が悪かっただけだ。言い訳すんじゃねえ。いい点数を取ったらご褒美をあげようと思ってたんだけどな。興味あるか?つられるな、俺。どうせ板チョコ1枚だろ。いや、お前がしてほしいことなら何でもしてあげようと思ってたけど。見事につられてんじゃん。うるせえ。俺をからかうな。あんたがそうやって簡単に嘘をつくこと、俺知ってるんだからな。はい。それじゃ今日の範囲を始めるぞ。教科書開け。次は絶対いい点数取ってやる。別にご褒美が欲しいとかじゃないけど。周辺がで、ここが20になるから、ここの答えは10ってことになる。わかるか？おい、聞いてんのかよ、めぐみ。てめえ、私の授業で居眠りなんかしたらぶっ飛ばすぞ。寝てね。本当か？今集中してなかっただろ。寝てはね。次はないからな。この人、小学生を相手にしているとは思えないスパルタ授業だよな。っていうか、マジで落ち着かねえ。おい、まだそわそわしてんじゃねえか。どうしたんだよ。なんかいい匂いがして。いい匂い？汗をかいたから制汗剤をつけたんだけど、それかな。じゃあこの匂いはマキ先生から？なんだ、もしかしてドキドキして集中できないなんていうつもりかな。ドキドキなんてしてねえし。めぐみ、顔真っ赤だぞ。図星からかったな。卑怯ですよ。いやー、やっぱりめぐみとの授業は面白いな。くそ、またからかわれた。いい匂いがして集中できねえ。このままじゃまた悪い点数を取っちまう。ほら、雑談は終わりにして次の範囲に行くぞ。教科書見ろよ。くそ、この人教科書を覗き込む時の顔の距離が近いんだよ。数日後。なんだよこの点数は。30点。そんな点数今までに取ったことないだろ。うるせえ、調子が悪かったんだ。言い訳すんな。しかしここまで順調に成績を落とされると問題があるのは私の方な気もしてくるな。前にめぐみを担当してた家庭教師はどうやって勉強を教えてたんだ。ああ、家庭教師が私に変わった途端にこんなに成績を落とされちゃ困るんだけどな。私担当外されるかもしれねえし。えっ、お、嫌なのか。別に誰でもいいけど。私教え方がうまいって評判ももらってるし、ありがたいことにいろんな生徒さんを担当させてもらってるけど、お前だけなんだよな、こんなに成績落としちゃったの。そんなに言わなくていいじゃないですか。いや、ちょっと悩んじまってよ。教え方を変えるべきか。ごめん牧先生、俺牧先生の授業あんまり集中できてないんだ。だって牧先生が来るとなんかドキドキしちゃって勉強に手がつかないんだ。でもこんなこと牧先生に相談したらバカにされるに決まってる。もっと厳しく指導するべきか。今までが甘すぎたのかもな。それは嫌だ。っていうか十分厳しいと思います。甘えんなこら。でも俺が成績を落としたせいで家庭教師が変わったりしたら嫌だな。それかやっぱりご褒美か。ご褒美があったら頑張るのか。俺が集中できない理由をご褒美がないからだと思ってるのか。この人教える時に顔が近いから集中ができないんだよ。まあ本人は一生気づかないんだろうけど。ご褒美を用意するとしても何がいいのかな。まだご褒美の話してる。そうだ、小学生男子なら色っぽいことで喜ぶんじゃねえか。なあ、集中してくれたらほっぺにキスしてやるよ。はあ、急に何を言い出すんだよこの人は。そんなのいらないし。そうか、ほっぺにキスはダメだったか。じゃあ何ならいいんだ。もうくだらないこと言ってないで授業始めてくださいよ。お、そうだな。教科書何ページですか。120ページだけど。開きました、早く教えてください。なんでそんなに張り切ってんだ。別に張り切ってません。集中したらほっぺにキス、集中したらほっぺにキス、集中したらほっぺにキス。めっちゃ集中してんじゃんこいつ。やっぱりむっつり小学生だな。こんなんで集中できんならいくらでもしてやったのにな。は？なんだよ、本当のことだぞ。この人さっき他の生徒もたくさん担当してるって言ってたよな。それ誰にでもやるんですか。もう小学生男子は他にも何人か見てるし、効き目があるならやるかもな。ダメです。なんだよ急に。お金は倍払うから毎日俺のところに教えに来てください。はあ？お前金払ってんのご両親だぞ。さすがにそれは無理だな。じゃあ俺以外にご褒美にキスとか言わないでください。ああ、なるほど。なんだこいつ、もしかして嫉妬してんのか。意外と可愛いところあるんじゃねえか。小学生のくせに生意気だな。うるせえ。はいはい、じゃあ冗談はここまで。授業を再開するぞ。冗談じゃないのに。ほっぺにキスってのは嘘だけど。嘘なの？なんだ、本気にしてたのか。してないけど。そりゃ小学生にキスなんかしてたらし込んだらご両親に怒られるどころかクビになるし。俺の親父バカだから多分気にしないと思う。失礼だなお前。ご褒美をあげるとしたら何か他のものだな。何か欲しいものを考えておけよ。あんまり高いのは無理だけどな。数時間後。じゃあ今日の授業はこれで終わりだな。ありがとうございました。今日はなんかすげえ集中してたじゃん。えらい。子供扱いすんな。子供だろ。子供じゃねえ。さっき頑張ったらご褒美くれるって言ってましたよね。ああ、そうだな。今度のテスト学年1位取ったらご褒美ください。学年1位、そりゃ大きく出たな。さすがにそれは無理だろうし。いいぜ、本当に学年1位を取ったなら何でも言うこと聞いてやるよ。言いましたよね。ああ、言った。絶対ですよ、指切りゲマンですよ。分かったって、せいぜい頑張れよ。数日後。うん、マジかよ。算数のテスト100点。ほら、学年1位取りましたよ。すげえ、やればできんじゃん。約束だからな、ご褒美をやるよ。それで何が欲しいんだ？その、ん？俺が大きくなったら。大きくなったら？俺とデートしてください。マジで？マジです。いいぜ。本当に？ああ、それまでにお前が私に飽きなければな。あ、飽きたりしない。かわいいご褒美だな、この。やめろって、頭わしゃわしゃすんな。その後。あの時めぐみが言ったご褒美はどうせなかったことになるんだろうと私は思ってたんだが、めぐみは中学に上がっても高校に上がっても私の授業を受け続けて、高校生になると本当にデートをねだってきたよ。まあ約束だし、こいつもいい男になったし、もちろんデートはしてやるんだけど、なんか私もちょっと楽しみだったりなんてな。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。